今日のゲームちょっとハイライトで振り返ってみましょう。ゲームが始まった時にはそれほど強い風ではなかったんですが、ロッテの先発は酒井、立ち上がり オープン戦は初先発でした。3番の坂本が2アウトからライト前にヒット。この辺りでは風が強まってます。そしてランナーを背負いながらもゼロに抑えた酒井。巨人の先発は FA 移籍の野上。この菅野の打球、ゲレーロがですね取ることができません。フェンス直撃の二塁打、思いっきり井上が引っ張ってのレフト、これは突っ込んできた。ゲレーロが取ってます。1回の表裏それぞれランナーを出しながら、得点を上げることができませんでした。3回です。小林のバッティング、セカンド中村、この辺りから酒井の制球が安定してまいりました。長野もセンターフライ。3回のジャイアンツの攻撃を三者凡退に抑えました。で、平沢大河から始まった3回の裏、このバッティング、ゲレールの地をはるかに超えます。二塁打になってロッテ得点チャンス。で、ワンアウト二塁三塁から中村翔吾、きっちりとセンターへ弾き返した犠牲フライ。ロッテが1点を先行です。さらに2アウト1塁3塁、5番の鈴木大地、詰まりながらもライト前へ、ランナー生還で井上誠也の好走塁もあり2点目が入りました。3回の裏2点で攻撃終了です。で、中盤の5回の表にゲームが進んで、ワンアウト1塁、ジャイアンツの攻撃。ピッチャーはこの回から土肥。では7番の岡本和真、この強振レフトの中段より上、同点ツーラン。オープン戦4本目のホームランが生まれまして、巨人同点です。さらに7回の表、6回からマウンドに上がっていたのが西野でありまして、西野がなかなかいいピッチングを展開。マギー三振、岡本ファーストゴロ、ピシャリと2イニングを抑えます。そして7回の裏、ロッテの攻撃、ピッチャーは利根が、バッターフィゲーロ、この三塁の打球、マギーが一瞬お手玉する間に全力疾走で内野安打になりました。そして平沢大河、送りバントきっちり決めてきます。ランナーを得点圏に進めて2アウトも、下位打線がチャンスメイクして、今日はルーキー菅野が2番でしたが、このバッティングセンターの頭上を越えます。勝ち越しのタイムリーツーベース、今日2本目の二塁打。1点リードを奪って9回の表は今日最初から登板予定の宇治でした。ツーアウト満塁、岡本和真、このバッティング岡田越えませんでした。三塁ランナー、セカンドランナーに続いてファーストランナーも回、ジャイアンツが逆転に成功です。岡本は三塁タッチアウト。で、9回は高木恭介がマウンドに上がり、ランナーを一人出しましたが中村を打ち取ってゲームセット。ジャイアンツが9回の表逆転勝ちで、オープン戦これで5連勝10勝をマークし、単独トップに立ったという一戦でありました。